Please select your character. Amane Nishiki. あ、出てきた、イカサマバレット。またお前か。あ、おめえさんは。 The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. さて、バレットはまあね、開幕 2B を刺したところでバーストヘアメのバーソン。そうね、お互いにゴーチャッタがコンボするのはテルリンさんでしたが、さらに 2B でワックスを勝ったがその後は続かず、さらに 5B を刺して裏アタックドーン。じゃあ一応キメちゃんさん、テオさんチームとドグラさん、ウジギンさんチームじゃんけんして D 挙隊でお願いします。ここでレベル3カラシーがスカリーのさて不愉快の置き攻めが始まって、なんと見栄えが悪いんでしょう、この置き攻め。ああ。ゆうきさんとみかん野郎が試合 B 筐体。これにて幕開。さてこれは2211が11まで持っていて、ワーストお互いない。しかしイカスミがね、たまりそうですね。出ました、リバーサーオーバードライブ、非常に不愉快でございます。中のカラーはつながらず飛び込んできて、バックステは 2A で来られる。やだやだ、入れっぱ通り10段。アルバ君02ポロピッチョが勝ちかな、うん、ということで B ブロックはポロのチームとエノーサのチームが抜けです。さてマスク人対コウさんの手が開幕はダメージ取られていたが、さて慎重に 5-6B から 5-6 使ってゲラントくん、これだあ、スカってコービーからオトガメゴーシーセックからハイジャンコを入れて、これは刺さる。コンボ時間が微妙に短かったですね。それ非常に怖い、非常に怖い、 100% 持ってる手が怖い。おー、押してる。
無駄なこと。レベル2アクション。さてバースを剥がして2ラウンド目、空中ぐらい D からレヒョー暴れを潰して、それここで位置を入れ替えたが、ゴービーが空中ぐらい、さてスパークまで全て直撃してバックステで距離を保つ、ニビーゴービーもバックステ、天下の宝刀スレッジラビキャンゴービー素晴らしい。ここはウロタクで 6D 漏らしたが中段は見ている、オーバードライブ、殺しきる。勝ちはマスクイカスミチームかな。ということで 2-0 です。抜けはマスクチームと Q3 のチームですね。おめでとうございます。あー、どうしましたかね。てか今どこやってるんでしたっけ。じゃあ AD さっきやります。Please select your character. Tsubaki Yayoi.The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. Counter. Counter. さて倒った椿はどうなせんということで、ふふ投げ、これ早めのバーストから 6C? 防空周戦から舞い戻ってくる。これはお互いに食らったが大きい攻め、スカルよそりゃダメだよ。さて波動拳からの中段、さて弾を巻きながら、ちまちまとダメージを稼いでいる。九十くらいを確認、 2cc から D6C が当たらない。さて投げはウェルパーからの 5cc で暴れ潰したが、その後に暴れ落としたのターサが 6c はいかんですよ。ここコンボミス、勝利拳ラビキャンは 2A で音がめからコンボミス、ヘキサをこせ、何度か取り返していく。さて6C
どういう安定をしてるんだあの技は。マジで さて、うやむやになって投げからのコンボミス、どうにかしてくれ。にえ、当ててバーストマニュー。それ何か起こしたい、何か起こしたいが、年寄り男子グイチの方が強い。ガキャンスカイのリンゴ、リンゴ、リンゴ、その打球消えるよって。 2B 勝ったのはハゲタオさん。ハゲタオさん、D ブロックはキムチャさんのチームが2位抜け、ドグラさんのチームが1位抜けです。おめでとうございます。ザギがやられちまったって書いてるけど、やられてんの大丈夫、やってるけど今。さて、虫プレイ。ふぅー、さてね、まあね、あのねは意外と荒くねいけるらしいですね。まあ、アマネがいないんで全然知らないですけど、まあ、ガードしてて削れるってことはアマネが最強。さあ、てジャンディー、うまいこと当てていく。ロークエッチュダンから車輪ボディパーミュー。 6B が当たらなかったが、あんななんか変な雲を出してパミュってもうちょっと変やな。天からの 5A にバーストを合わせて 2D から 2D、 ジャンディは使ったが音がめなく 2C の持続から 5D、 アブレを潰して最後は取り勝ったのは先のチーム。ダビさん、これ一応やります？そうですね。じゃあ、どうしようかな。みかん、みかん？